株式会社オヤマは岩手県産奥州岩井鶏を製造・販売、飼育から食肉加工・惣菜加工まで6次産業化に取り組んでいます。主に出荷に携わっています。で、出荷は関東方面に出荷しています。地元で有名な会社ですし、知り合いもいて親しみやすいなと思いましたし、鶏肉も好きなのでそういうのに携わっていけたらなって思いました。昔から知ってるんですけども、スポーツマンでですね、運動神経いいので新入社員なんかの手本にもなるかと思っておりますので、そういった活躍を期待しております。鶏肉の各部位を袋詰めする作業をしています。その中でやっぱり骨とか血合いとかが入ってしまうので、そういうのはちゃんと取り除いて計量して袋詰めをしています。私が小学生の時にこの会社で食育の授業を受けて、感動する方が大きかったし、遠いところにも行きたくないし、でも地域に貢献したいから、私がやりたいことにもすごい当てはまっていたので、この会社に入社しました。持ち前の明るさ、そういったところを生かしてですね、社会人としてのマナーを身につけてもらって活躍を期待したいなと思ってました。飼育や製造だけでなくですね、それらを美味しく食べられるということを提供するためにですね、唐揚げ屋という店舗をこの近くで運営しております。地域の特産品をですね、こう作っていくことで地域が活性化していくと思ってます。でたくさんの人にこの商品を通して地域を発信していければなというふうに思ってます。自分は体を動かすのが好きで、重いものを運んだり出荷も体力を使ったりと結構大変なんですけど、自分には合ってるかなと思うので、そこにやりがいを感じてます。自分がよく行く道の駅やスーパーなどで、その自分が袋詰めした鶏肉が日付で分かるんですけど、それが売られていたりするのを見て、ああ、なんかちゃんと商品になってるんだなってちょっと嬉しく感じることがあります。この一ノ関室根町をはじめとする岩手県をですね、元気な地域にしたいなという心構えのある方をですね、採用していきたいなというふうに思ってますので、日々仕事のやり方とか日付の変化とか賞味期限などのチェックの仕方とかも変わってきているので、それに対応してミスのない作業を心がけていければなって思います。仕事の流れや内容をきちんと覚えて作業をすることが目標で、やりたいことはもし来年に新入社員が入ってきたら、ちゃんと先輩として作業内容をきちんと教えられるようになりたいです。